最初は柔らかくて重みのある毛布の下で寝ているような気分がしました。気分が良かったので何もする気がしません。幸いなことにどうにか毛布を動かす力はあるようです。目を開けると、あたりが青く輝いていて少し変です。目をこすろうとすると手が触手になっていることに気づきました。とりあえず自分がクラーケンになってしまって混乱している部分は飛ばしましょう。数日間恐怖に包まれパニックになり頭がおかしくなりそうになった後、ようやく落ち着くことができました。ここで恐ろしい海の怪物になるというのがどういうことなのか考えてみましょう。まず重い毛布のように感じたのは水圧だったんです。この深さなのでかなり強力で耐えられる生物はあまりいません。この深さまで乗用車を沈ませたら水の重みでぺしゃんこになってしまうでしょう。でも自分はクラーケンになったので車よりもはるかに丈夫で潰されることもありません。厚い弾力性のある皮膚はどんな圧力にも耐えることができ、強力な筋肉によって自由に動くこともできます。かなりの深海にいるので日光がほとんど届いておらず、青く輝いているように見えるのです。その上水圧によって上下を判断するのがかなり困難です。ですので表面に入った光を捉えることができる望遠鏡のレンズのような大きな目が役に立っています。人間の場合この深さだと暗闇にしか見えません。でもクラーケンの目は暗視装置のような仕組みになっているので青い光が見えるのです。さすがにこの深さなので周りにはほとんど何もなく、果てしなく重い空虚の海底が続いています。数匹の魚や沈没船の残骸が目につきました。ここに生息している海洋生物はかなり珍しいものばかり。近くでアンコウや体が透明なイカが泳いでいるのが見えます。ダイオウイカは唯一の友達で王のように慕われています。普段は海底の近くでブラブラしているのでかなり退屈。寝て食べるぐらいしかやることがありません。やはりもっと餌を捕まえるためには上昇するのが得策と言えるでしょう。上に向かって泳いでいくと太陽の光によって周りの水が明るくなっていきます。そして他の海洋生物が見えてきました。カメ、サメ、クラゲ、タコ、アカエイなどが目に入ります。でも自分の存在に気づくとすぐに逃げていきます。クラゲはのんきなので気にしていないようです。食事をする場所を探していたら魚の群れを発見。早速ランチをいただくことに。食後はこの一帯で魚やイルカをびっくりさせて楽しむことにしました。触手はかなり細かくコントロールすることができ、10本もあるのでとても便利。言葉で表すのは大変ですが、手の指がビリヤードの球のように大きくなった状態を想像するとわかりやすいでしょうか。そして信じられないことにボーイングのジェット機と同じくらいの長さまで伸ばせるのです。吸盤がついているのでどんな生物でも滑らずにしっかりと捕まえることができます。触手があるおかげでかなり速く泳げます。いろんな方向に広げてから一斉に伸ばすことによって前進できるのです。触手によって作り出された強い水流によって魚がチリジリになっていきます。世界最大の哺乳類であるシロナガスクジラも自分と比べると小さな子犬のように見えます。ここでは泳いだり食べたり魚や他の海洋生物を怖がらせたりするぐらいしかやることがないので、ちょっと人生が退屈になってしまいました。それにこの状態がどれくらい続くのかもわかりません。100年、それとも1000年。ちょっと楽しむために水面まで泳ぐことにしましたが、明るい日差しによって目がくらんでしまったので慣れるまで待つことにしました。海は静かで風もありません。辺りを見回すと遠くに小さな点があることに気づきました。あ、ほのついた木造の大型漁船みたいです。やっと楽しめそうですね。他の人と会って自分に起こったことを話すのが待ちきれません。興奮しながら船に向かって泳ぎ始めました。でも他の人からすれば恐ろしい怪物。漁網に引っかかってしまいましたが、薄かったので簡単に引き破って水面に浮き上がりました。甲板にいる人々は怯えながら悲鳴を上げて逃げ回っています。ねえ、何やってるの？ちょっと話をしたいだけなのに。かなり小さく見える漁師たちが銛や斧を投げつけていますが、何の痛みも感じません。
木の甲板に触手を一本置いてみたら簡単に壊れてしまいました。この船はマッチ箱のように壊れやすいので触らない方がいいみたいです。振り返ったら誤って船をひっくり返してしまい、漁師たちが全員海に投げ出されてしまいました。幸い触手が10本あるのでどうにか救えそうです。全員助けることができましたが、漁師たちは恐怖におののいていて、中には気絶するものまでいます。水中から船を引き上げ、人々を甲板に戻した後、漁船を押しながら陸に向かって泳ぎ始めました。でも海岸の人々には姿を見せないことにしました。助かった船員たちは巨大な怪物に会って生き残った話をし始めました。でもものすごくひどい目に遭ったというだけで、自分たちが救われたことについて語る人は一人もいません。かなり不公平だと思いませんか？深海に戻って眠っていると奇妙な音で目が覚めました。蛇口の水が滴り落ちているような音がします。目を開けると周りにかすかな閃光が見えます。水面まで泳いでみると雷雨で目を覚ましたことに気づきました。空は真っ暗で巨大な波があり、かなり荒れているようです。するとこの嵐の中を航行している大きな船に気づきました。この船は今までに見た船とは違って鉄でできているようです。それに新型の貨物船なので帆もありません。どうやら数百年間眠り続けてしまったようです。乗組員たちが自分に気づき、非常信号灯を発射。真っ赤な光で目がくらんでしまいました。触手を広げた時に誤って船を押してしまいましたが、重いので転覆することもありません。長い間眠っている間にかなり技術が発展したようです。嵐はますます強くなっていき、船が左右に大きく揺れ始めたので触手で安定させようとしたのですが、逆に乗組員たちを怖がらせてしまったようです。パニックになるのもしょうがないかもしれませんね。深海から巨大なモンスターが現れて船にしがみついているのですから、自分のことを恐れる姿を見るのが嫌だったので、その場を泳ぎ去ることにしました。機嫌を悪くして海底に戻ることに。クラーケンでいるのはあまり楽しいことではありません。魚たちと一緒に暮らせても会話をすることができませんからね。それに人間は自分のことを恐れているので怖がらせたくもありません。かなり孤独に感じたので、ランチを食べてまた寝ることにしました。突然、ねえクラーケンさん、聞こえる？という声がしました。目を覚ますと怯えて震え始めてしまいました。一体誰の声？幽霊船のフライングダッチマンの話は本当だったのか？本当に幽霊が話しかけてきたのでしょうか？すると、混乱していると思いますので水面まで上がってきてください。そうすれば全てがわかるはずです、という声が聞こえてきました。数分後、水面から顔を出すと巨大な飛行船が目に飛び込んできます。水面の真上に浮かんでいるのです。でもデッキにいる人々は自分のことを恐れてはおらず、興味津々で同情している。クルーズ船のダイニングルームのテーブルに置かれた料理は出来たてなのに、他の乗客たちが見当たりません。慌ててメインデッキの外に出てみると、スリッパやサンダルがたくさん転がっているのに、周りには人気が全くなし。手すりに近づいて船の外を眺めると、クルーズ船がまだ動いていることに気づきました。もちろん乗組員の姿も見当たりません。何らかの事態によって船内のどこかで全員集合していると思い、船長に聞いてみることにしました。コントロールルームに向かいながら迷路のような長い廊下を歩いています。するとドアが大きく開いていて、船がクルーズコントロールに設定されていることに気づきました。それを見て頭の中にいくつかのシナリオが浮かんできました。一つ目のシナリオは、自分が眠っている間に全員グルになっていたずらをすることにしたというもの。もしこれが正しかったら、全員船のどこかに隠れているに違いありません。そして周りに誰もいなくてショックを受けているところに突然飛び出してきて、楽しいサプライズパーティーとケーキで祝ってくれるというもの。二つ目のシナリオは、人々がクルーズを楽しんでいる間に動物たちと一緒に全員船ごと四次元に入り込んでしまったというもの。でもその場合、なぜ自分だけ置き去りにされたのか説明がつきません。3つ目のシナリオは、近くでこの船よりも良いクルーズ船を見つけて、この船を廃棄してそっちに乗り換えたのに自分だけ知らされなかったというもの。でもその場合、なぜ持ち物を置き去りにしたり、食べ物を半分食べたまま消えてしまったのでしょう。
コントロールルームの意味を理解しようとしましたが、ランダムな暗号が点滅しているようにしか見えません。ポップアップのマニュアルはありませんが、高速の Wi-Fi に接続できたので、ノートパソコンを起動して素早く意味を検索してみました。すると船が安全モードになっていて、海が荒れた場合には自動センサーによって検出されることが分かりました。ソーシャルメディアを開いて友達と連絡を取ろうとしても、スマホは接続できません。どうやらケーブルで接続されたパソコンしか使えないようです。本土に連絡するための無線があったので連絡しようとしましたが、何も応答がありません。すると突然通知がポップアップされました。でも休暇の写真にも地元の写真にも誰も写っていなくて、そこに写っているのは単なる背景だけ。どうやら自分以外の人間は完全に姿を消してしまったようです。最後にもう一度世界中に連絡を取ってみましたが、応答はありません。クルーズに関する詳細を確認してみると、船が最寄りのドックに到着するまで約11日かかることが分かりました。地図を見てみると、たった4日でたどり着ける離れ小島を発見。クルーズ船は時速約37キロで移動し続けているので、その間に船内を探検しながら豪華な部屋に入ってみることにしました。テレビのコマーシャルでもクルーズ船の背景には人がいないので、かなり寂しく見えます。大型船は7日間のクルーズで 4080kg 以上のレタスと 2400kg の卵を消費しますし、普通の1000人を超えるクルーズの場合、1日あたりなんと2000枚のステーキと1000個のベイクトポテトが消費されるのです。そのため船内には多くの食料や食材があり、数年間生活することができます。受付係のデスクに到着し、インターフォンで正式なアナウンスを行ってみました。皆さんと言っても何も聞こえてきません。これがいたずらだったらいい加減に出てきてください。甲板下でおやつを食べてますから、とは言ってみたものの、誰も現れなかったので甲板下に行くことに。でも降りる前に誰もいないスケートリンクで滑ってみようと思いました。スケート靴を履いて少しスピンしても邪魔をしたり注意されたりしないので最高です。その後はゲームルームに行ってゲームをプレイすることに。カウンターにあるコインを使って何時間もプレイできます。日が沈み始めたので爽やかなドリンクを飲みながら景色を楽しむことに。そして VIP の最上部のデッキに行って大きなサンベッドでリラックスしてみました。海の波の音が聞こえるほど静かだったので、そのまま眠ってしまい、翌朝になって明るい太陽の日差しで目を覚まします。やることを見つけるために周りを歩き回っていたら、ゴルフクラブを見つけたのでスイングし始めます。ボールを海に向かって打って飽きるまで遊び続けました。そして目的地を忘れていたことに気づき、下甲板へ向かい、スタッフのみと書かれている場所をチェックしてみることにしました。下へ降り始めると暗くなってきます。この部分は停電しているようだったので、懐中電灯を持って部屋の中を見渡すことに。乗組員は通常寮のように2段ベッドがある部屋で生活して、食事を食べるための場所や他のレクリエーションにもアクセスできます。この下甲板にはレストランにサービスを提供するキッチンもあり、多くの部屋はどれも同じように見えます。するとエンジンルームから気味の悪い音が、パイプがきしむような音を立てて、いろいろな場所から破裂音が鳴り響く中、明かりがちらついています。部屋で拾った懐中電灯を照らしながら移動していると、影がついてきたので怖くなってしまいました。誰かいるのかと叫んでも、廊下に自分の声がこだましているのが聞こえるだけ。どこにいるのかわからなくなってしまい、上甲板に戻る方法を見つけようとしましたが、どっちに行けばいいのかわからず、パニックに陥って走り始めました。でも何かにつまずいて懐中電灯を失ってしまう羽目に。真っ暗だったので腕を動かしながら出口を探し、壁に手を触れながら移動しようとしました。廊下の端に明るい光が見えてきたので、その方向へ向かって歩き続けます。すると食べ物がたくさんある中央のキッチンにたどり着きました。そこには数十台の冷蔵庫とデザート専用のキッチンがあります。かなり空腹だったのでお腹が鳴り始めました。ここでは一皿あたり約14万円する最高級のエキゾチックな料理を食べることができました。そして次の数日間は美味しいおやつを食べながらゴルフをしたり、ダンスフロアでパーティーをしたりして過ごすことに。でも3日後にはクルーズ船でのエンタメを全てやりきってしまいました。
日向ぼっこをしていると遠くに島が見えてきます。双眼鏡を手に取り島を見ると船が向かっているドックが見えたのですぐにコントロールセンターに向かい地図を確認。到着まで30分かかりますがクルーズ船の停船の仕方が分かりません。船を止めるために錨を下ろし救助艇を使って島に向かうために物資と食料を積み込んで飛び始めます。もしこの島に人がいれば助けてもらえるかもしれません。岸にたどり着きボートから降りました。そして町に行ってみましたが人っ子一人いません。通勤中の車が道路の真ん中に捨てられています。警察署に行けばどうにかなると思いましたがやっぱりダメでした。それから数ヶ月後島全体を探索した後クルーズ船から多くの食料を運び出しました。スマホに通知が来ました。7日でインターネットが機能しなくなります。あなたはスマホを放って目線をテレビに戻しました。すると突然速報の知らせが入ります。ニュースキャスターが先ほどの通知の内容と同じことを報道しています。番組では道端でパニックを起こして混乱している人たちの生放送をしています。アパートの窓から外を見るとスマホやノートパソコンを持った人たちが走り回っているのが見えました。下まで降りて混乱を避けるようにして路地に佇みます。背後にはインターネットがなくなると小声で何度も繰り返しながら当てもなく歩き回る人。非通知の番号から電話がかかってきてとある場所で誰かに会うよう指示されます。携帯の地図を確認して車でその場所へ向かいました。外から見ると廃墟のようです。しかし建物の中へ入ると化学防護服と白衣に身を包んだ科学者たちであふれるハイテク施設。ちょうどブリーフィングの時間のようです。白髪混じりの科学者が映写室に入ってきてプレゼンを始めました。近年40億人がネットを使用していますと科学者が説明しました。しかしワールドワイドウェブの崩壊を止める手立てはありません。現在オンライン上には74ゼタバイトの情報が存在します。ゼタバイトとは1兆ギガバイトのことでとにかくゼロがたくさんつきます。1ギガバイト分のワードの文章はおよそ65000ページ。74ゼタバイトともなると息継ぎせずに言うのはゼロが多すぎますよね。およそ481万×1021ページです。 A4 の紙1枚の厚さはおよそ 0.1ミリ。 1GB ごとの情報量につきおよそ積み重ねた紙7メートル分が必要になります。講義の半分ほどでみんな集中力が切れてしまいました。しかし白衣を着た人たちはすぐに行動に出ます。あなたはインターネットの印刷を任されました。他の何百人もの人たちと一緒に流れ作業のラインに加わります。1日目、初日です。印刷機で作業をします。建物内はプリンターであふれかえっており人々が常に行ったり来たりしてトラックから紙を下ろしています。あなたは健康関連の情報を全ての印刷から始めることにしました。それから他の重要そうな資料を印刷していきます。中身を読む時間は全くありません。一つの資料につき8000語以内に収めることも重要です。仕事は朝から夜まで。その後は夜勤の人にバトンタッチです。あなたに許されているのは昼食休憩、合計20分のストレッチ、トイレ休憩のみ。誰もが機械のように作業をしています。背後で放送されているニュース番組では世界中で同じような作業を行っている様子が映し出されています。施設の反対側では別のチームが作業中。動画や音声ファイルをダウンロードしています。シフトが終わり夜勤のスタッフが入れ替わりに入ってきました。仕事を終えて帰宅します。今日1日で世界中の作業者が終えることができたのは全ての情報のほんの 1% 程度であることに気づきました。やる気が失せてきて周りを見渡します。かなりの緊急事態でない限り新しいコンテンツを作成することは現在禁止中。毎日たくさんの情報が生産されるため全てをダウンロードする時間がないのです。2日目、再び作業ラインに戻ってきました。昨晩はよく眠れなかったため集中できません。周りの人たちもよく眠れなかったようです。昼食の直前数名が作業場で倒れてすぐに治療を受けました。交代できるよう代役は何人もスタンバイしています。
あなたは残りのほとんどの重要資料を印刷しました。それから記事、ブログなどの準資料に移ります。シフトが2時間延長されました。疲れ切って帰宅し、明日への準備は全くできていません。3日目、仕事場に到着すると、隣に新しい施設が建っていました。一晩のうちに増設されたようです。あなたの任務は記事を紙に印刷すること。シフトがさらに1時間延長されました。誰もが何もできないほど疲労して目を開けていることすらできません。残り数日にして印刷済みのインターネットはたったの 15% です。さらにたくさんの印刷機を設置した新たな建物が増設されました。そろそろ夜ですが、まだ作業は終わりません。やっと夜勤の作業員が交代すべく到着しましたが、まだ家に帰してはもらえません。ホールで待機するように指示されました。こうすることで仕事への通勤時間を短縮できます。あなたは他の何百人と一緒に共有することになるホールへ連れて行かれました。眠りにつこうとしますができません。寝返りを打ちますが目が冴えてしまっています。4日目、ベルで目覚めました。軽い朝食の時間です。ポツポツと夜勤の人たちがホールに戻ってきました。20分後再び作業ラインへ。残りあと3日となったため、作業はさらに過酷さが増しました。窓の外を見ると、また新しい建物が建っているのが見えました。紙を載せたトラックがせわしく行き来しています。サハラ砂漠に地下貯蔵庫が建設されました。何キロも続くこの施設には、すべての資料と記録を保管しておくための十分なスペースが備わっています。トラックが数トンの紙を輸送し、飛行機がこれらの重要な貨物をサハラ砂漠まで移動させます。耐えられなくなって立ったまま眠りに落ちてしまう人が続出。作業の速度が落ちたため、交代を知らせる緊急ベルが鳴り響きます。しかし、人員が足りません。多くの人はすでにあれこれ工夫したり、マルチタスク中。システム全体のコントロールが失われてきました。生産ラインが30分でも停止すると、何トンもの情報が印刷されない事態に陥ってしまいます。あなたは休憩のためにホールへ向かいました。新しい作業員たちが到着したようです。現在、何千人もの作業員が施設で働いています。5日目、作業ラインに戻って引き続き印刷します。しかし、やる気がある人は一人もいません。残りあと2日となったにもかかわらず、印刷作業は予定より遅れているようです。ニュース番組では、道端でパニックを起こしている人たちの姿をまだ放送しています。多くの人は自分を撮影しているようですが、記録として残されないため無意味でしょう。世界中が1日目の2倍の量作業をしたおかげで、インターネットの 70% の印刷が完了しました。しかし、今度は紙が不足しています。製紙業界が需要についていけなくなったのです。最終日までには紙が残らないかもしれません。6日目、あなたはかなりのプレッシャーを感じています。全員がナーバスな状態。ミスの頻度が増え、結果、進捗速度が落ちます。印刷機は6日間休みなしに稼働しているため、多くが壊れて取り替えられました。7日目、最終日です。残すところ数時間。昨晩は一睡もできませんでした。全世界がカウントダウンの開始を待っています。重要な資料はすべて印刷されました。残っているのは重要度の低いものばかりです。しかし、だからといって無駄にはできません。夜勤メンバーを含めた全員がダブルシフトで作業をします。製紙会社はギリギリのところで紙の生産量を増加させる方法を見つけることができました。残り12時間。目を開けていられません。体が衰弱してきました。今欲しているのはベッドのみ。空腹で頭が重く感じられます。動画・音声チームは全てのダウンロードとバックアップを正式に完了しました。印刷すべき情報が残っているのはあと数カ国のみです。残り1時間。あなたは機械的に印刷ボタンを押してワード数を調整し、余白を修正します。長い間このような状態で作業しているため、目を閉じていても作業できます。しかし、時々ハッと目を覚まして仕事に集中しようと努めました。世界全体がインターネットの終焉に注目しています。印刷が済んでいないのは全体の 0.5% のみ。しかし、インターネットの終了まで数分しか残されていません。3、2、1。
インターネットが正式に消滅しました。さまざまな場所で混乱が起こることもなく、人々は通りでただ立ちすくみます。誰もが状況を受け入れたようです。携帯は電話、メール、基本的なことのためにしか使用できません。情報が欲しい場合は図書館や本屋へ行く必要があります。初めの7日間で世界の経済が下落しました。企業はインターネットなしで機能させる方法を見出さなくてはいけません。みんながこぞって現金を引き出したため、銀行システムは崩壊。歴史上最も衝撃的な出来事の最中、ソーシャルメディアのニュースやハッシュタグも存在しません。あなたは息を吐いて帰宅します。世界初、ネットなしの生活の幕開けです。年は2160年、場所は太平洋、日本の沖合にいます。海は穏やかそうですが、それは表面の話。海底は割れています。ドカン、地球が開き、マグマが噴き出し始めました。海底の亀裂が地震を引き起こし、大量のエネルギーが海に放出されます。そして重力が関与し始めます。水を引き下げ、どんどん速く動かします。あれは津波です。超高層ビルと同じ高さの波が時速 804km で東京に向かってきています。それは何百万トンもの水。写真を撮るには最高の瞬間ですが、自然の力を称賛する暇はありません。津波が東京湾を襲う直前です。津波が上陸し、地球上で最大の建造物である東京ピラミッドメトロポリスを攻撃し始めます。その高さ2011メートル、エンパイアステートビルディングの5倍もあります。コロラド州デンバーの全人口が一つの建物に住み働いていることを想像してみてください。東京ピラミッドメトロポリスは一度に75万人を収容することができます。信じられないことに、この建物は衝撃に耐え、津波のエネルギーのほとんどが消えていきます。技術が自然に立ち向かう時が来たようです。東京ピラミッドメトロポリスは1804年に設立された清水建設によって建設されました。世界で最も頑丈な建物だと言われています。エジプトに行ってギザの大ピラミッドを見てください。建設されてから4500年も経ちますが、今もなお健在です。東京ピラミッドメトロポリスは水上に建てられ、204個の個別のピラミッドで構成されています。8層の互いに積み重ねられたブドウの房のように見えます。ただこれらの各ブドウはラスベガスのカジノのサイズなんです。ですが実際のところ、東京ピラミッドメトロポリスは空洞なんです。だからこそ台風や津波に負けません。風や波に正面から立ち向かうわけではなく、エネルギーがそのまま通過するようになっているんです。ロボットと自律制御システムがこの場所を運営していて、太陽、風、さらには波のエネルギーで動いています。ピラミッドは通路でつながっており、全体で約 137km ほど。全て接続されているのも特徴で、AI によって維持されています。例えばピラミッド A からピラミッド B に到達するための最速の方法をすぐに計算してくれます。東京ピラミッドメトロポリスは間違いなく未来の都市と言ってよいでしょう。しかし人間の技術はまだ準備が整っていません。当初ピラミッドは36本の柱で構成されており、その全てが海底に埋め込まれていました。鋼とコンクリートでその大きさのピラミッドを構築した場合、5000万トンの荷重がそれ自体に押しかかってくるでしょう。東京ピラミッドメトロポリスは自重で崩壊し、海に沈むことになります。彼らはコンクリートよりも1000倍軽く、鋼よりも強いものを必要としていました。この未来的な素材は何なのでしょうか。これを見てください。これは内燃機関を搭載した地球上で最初の車です。1885年に道路に登場しました。そしてこれは人間が宇宙に打ち上げた最初の人工衛星。最初の馬のいない馬車から最初の宇宙への飛行まではほんの一瞬で進化しました。
東京ピラミッドメトロポリスはそれほど馬鹿げているようには見えません。そう考えると我々は何でもできるということです。溶液は炭素でどこにでもあります。例えば鉛筆の中に入っている棒や王冠についているダイヤモンド、指輪や工業用ドリルなどなど。しかし通常の炭素だけでなくグラフェンも必要です。これはナノチューブを作ることができる炭素の一種。人間の髪の毛よりも細いですが、鋼の400倍の強度があります。そして最も重要なのはその軽さ。ナノチューブは化学物質、酸素、または水による影響を受けないので東京ピラミッドメトロポリスにぴったりなんです。つまり物が錆びないということ。清水建設は月に設置する発電所、水中都市、サハラ砂漠を巨大なオアシスに変えるなどの計画を立てています。しかし地球を変えているのは彼らだけではありません。オランダはニュージャージー州2個分の大きさで約 30% が海面下にあります。国を水から守るためにオランダ人はダムをたくさん建設しました。しかしそれは単なる防御。1986年に彼らは考えを一新し、海から土地の一部を取り戻すことを決めたのです。最初のダムの長さは 30km、 湾を湖に変えました。2番目のダムで契約を締結。42年間の活動の末、オランダにロサンゼルスよりも大きい新しい州ができたのです。そしてその他の国、香港、フィリピン、イタリアなどでも同じことが行われるようになりました。水よ、参ったか。それではすでに土地となっている土地に物を建てるのはどうでしょう。 NASA の火星探査以前に歴史上最も費用がかかったプロジェクトは米国の週間高速道路システムの建設でした。完了するまでに約35年、現在のお金に換算すると約5300億ドルの費用がかかったのです。そのお金で7万4000キロメートルの道路を購入。これは世界中を2周するのと同じくらいの長さです。米国には2億7000万台以上の自動車があり、それは日本、ブラジル、インド、ドイツにある数を合わせたものよりも多いのです。しかし努力という点においてはローマの道路がはるかに印象的なようです。最初の自動車が作られる2000年以上前にローマ人は8万キロメートルの長さの巨大な道路網を構築し、アイルランドとエジプト、トルコとスペインを結びました。道路はかなり安全で、旅行者はホテルに滞在したりカフェで食事をしたり、最寄りの郵便局に手紙を郵送したりすることができました。地表の表面の約 30% のみが陸地です。世界の海や川、湖はたくさんの生物で溢れており、そこに住む全てのものを目録することはとんでもないことのように思われていました。しかし80カ国から2700人の科学者がチームを組み、それを行うことにしたのです。それにかかった費用は6億5000万ドル。その科学者たちは10年を費やし、新旧の種を探すというこれまでにない大規模な科学プロジェクトを行いました。なんと約6000の新種の魚、イカ、藻類を発見したのです。万里の長城は巨大ですよね。2万900キロメートルの壁、自然の障壁、そして溝があります。これはアラスカからオーストラリアまでの距離の約2倍。それを2000年の期間にわたって建設しました。トラック、ブルドーザー、電気はなく、あるものは人間の力のみだったのです。次は現代の中国について。中国は2年間で米国がこれまでに使用したコンクリートの量よりも多くのコンクリートを建設に使いました。道路、都市、空港、何もかもとにかく巨大なんです。三峡ダムは間違いなく中国の新しい万里の長城と言ってよいでしょう。その長さは 2.3km 以上で、高さは 180m 以上。フーバーダムの3倍のコンクリートと鋼を使っています。
これは世界最大のコンクリート建造物であり、その費用は約370億ドル。100万人以上の人々がこの建設のために移動しなければなりませんでした。スイスには地球上で最も長く最も深い鉄道トンネルがあります。雪に覆われたアルプスの下で建設業者は56キロメートルのトンネルを掘りました。毎日200本の貨物と旅客列車が通過します。トンネルを作るために彼らが取り出した岩の量は5つの大ピラミッドとほぼ同じ。全体の費用は約120億ドルかかりました。エジプトは地球上で最も古い国の一つですよね。しかし現在彼らは最新の都市の一つを建設しているのです。シンガポールと同じくらいの大きさで600万人のラッキーな人々でいっぱいになる予定。マンション、政府機関、娯楽、オペラハウスなどなど、さらにはセントラルパークが大したものに見えないくらい素晴らしい公園まで。建設が終了するとそれはエジプトの新しい首都になります。でもなぜなのでしょうか。それは2050年までにカイロの人口は約4000万人に到達する予定だからです。複数の新しい都市が必要になりそうですね。月への最初の飛行は現代のお金に換算すると約2800億ドルかかりました。しかしスペース X 社は価格に惑わされません。同社は2050年までに火星に人口100万人を収容できる植民地を建設する計画なのです。プログラムが開始されたら火星へのチケットをわずか10万ドルで購入できると主張しています。これまでで最大の科学プロジェクトは間違いなく国際宇宙ステーションですね。重量はボーイング747が2台分、そして時速28000km の速度で宇宙を移動します。これはつまり毎秒 8km の速さです。ステーションは1日に16回地球を周回しますが、それは安くはありません。幸いなことに多くの国が法案を共有しています。しかしそれは間違いなく銀河系で最も高価なルームサービスと言って良いでしょう。地球から宇宙ステーションにボトルの飲料水を届けるのに1万ドルもかかるんですよ。そのくらい高いとなんだか聞きたくなりますよね。その水、高級な炭酸水か何かなんでしょうか。あなたの足には約7000もの神経終末があります。バランスを保って倒れないようにするために必要なんです。これらの神経は全て常に脳に情報を送っています。胴体全体の情報よりも足の情報を処理するのにより多くのエネルギーが使われているんですよ。そのため余分な圧力や温度の変化にも敏感で、レゴみたいに尖ったものを踏んだりしたらすごく痛いんです。レゴのブロックは3つのプラスチックポリマーで構成されています。それでとても耐久性が高く強いのです。大きな馬やピアノでないとレゴを潰すことはできません。硬いブロックの上に1点で全体重をかけるとその強さが返ってきます。足の裏に神経が集中しているということが痛さに拍車をかけます。ふかふかのカーペットの上だったら少しはマシですが、それでも痛いですよね。申し訳なく思ったレゴ社はアンチレゴスリッパというものを作りました。このスリッパは後ろの部分が開いていて、右足にも左足にもフィットします。インソールが厚いので大きなレゴブロックを踏んでも何も感じません。このスリッパは1500足限定で、レゴファンが抽選でレゴ社からのギフトとしてもらいました。足の先をぶつけるとすごく痛いのは、小さな面積に空手のパンチみたいな力が集中してかかるためです。足の裏は神経終末がたくさんあるのに皮下脂肪で守られていません。痛みの信号は即座に脳に送られます。抗生物質が開発されるずっと前は人間はこの反応によって守られていました。痛みを避けるため人は何かを踏まないようもっと注意深かったのです。これで多くの災難を避けられていました。他の人よりもくすぐったがりな人がいるのはなぜなのか、まだ 100% は明らかになっていません。
遺伝のせいだとも肌の敏感さのせいだとも考えられています。くすぐったさを感じやすいのはお腹や喉などの弱い部分です。触ってくる人を押しのけようとするのは反射的なことでしょう。多くの人は年齢が上がるごとに、そして悲しかったり怒っていたりするとくすぐったさを感じにくくなります。誰かがあくびをすると自分もあくびをしたくなるのは他人の言葉や行動を真似するのと同じ理由です。人間やチンパンジーや犬といった種類の動物が持つ原始的な抗うことのできない反応なのです。あくびが伝染するのは共感や絆の形成のサインだとする研究もあります。あくびをしないようにすればするほどますますあくびが出そうになるのです。くしゃみした後すっきりするのは非常に強い緊張が解放されるからです。くしゃみをすると気分が良くなる化学物質であるエンドルフィンが分泌されます。眉毛を抜いたり運動したり明るい太陽の下にいたり多くのことがくしゃみを引き起こします。睡眠中はくしゃみができません。くしゃみの神経も眠っているからです。くしゃみは鼻の中のばい菌や炎症の原因となる物質を出してきれいにし、粘液の量のバランスを取るので体にとってとても大事です。それらすべてを行うには1回のくしゃみでは足りなかったり1回では衝撃が大きすぎることもあります。それで続けて何度かくしゃみをすることがあるのです。人間の鳥肌は祖先の動物から受け継いだものです。動物は寒い時や怖い時には毛が立ちます。毛が立つと厚みが増し暖かくなり体が大きく見えます。人間は動物に比べ毛が非常に少ないのでこの機能は役に立ちません。それでも寒い時や怖い時、また感情的になった時には鳥肌が立ちます。皮膚の下の小さな筋肉が収縮しその周りの部分の毛が立って突き出すのです。長時間太陽の光を浴びると疲れるのは水分を失うスピードが速くなり体温が上がるためです。それで体や心臓は体温を正常に保ち体に不可欠な水分を内臓に運ぶため一生懸命働かねばならなくなります。また太陽の下にいると睡眠ホルモンのレベルが下がります。ですが暗い場所に行くとまた上がります。一日ビーチで過ごした後もしばらく活動的でいたいなら室内の照明を明るくしましょう。寄り添ったりハグしたり手をつないだりすると幸せを感じるのは幸せホルモンが出るからです。気分が高揚しストレスが減って免疫機能も上がります。ハグしている人の写真を見るだけでもこの効果があるんですよ。5分間水に浸かると肌がシワシワになるのも進化したためです。遠い昔人間の祖先は濡れていても乾いていても手で物をつかむ必要がありました。それで肌が小川の排水システムみたいになったのです。肌の上の流れは合わさって大きな流れとなりさらに主流に流れ込んで水に長く触れた後の手足の指から流れ去っていきます。朝起きてすぐ筋肉を目覚めさせるために腕を頭の上に伸ばしたくなりますよね。睡眠中は体の張りが失われ背中に沿って体液が動きます。ストレッチをするとこの体液が正しい場所に戻るのです。睡眠中にスピードが落ちた心臓のポンプ機能が通常の稼働モードに戻るのにも役立ちます。猫や犬も同じことをしますよね。寒い部屋で眠りに落ちやすいのは体に寝る時間だという信号が送られるからです。夜の間に体温を保つためのエネルギーを温存するにはベッドに入った時に体温を少し下げる必要があるからです。涼しい空気は睡眠中に起きて代謝を促進することなくぐっすり眠る助けとなります。横になったり座った状態から立ち上がった時に星が見えることがあるのは血圧が急に下がるからです。このせいで一瞬脳の機能が混乱します。それで星やピカピカする光、光の帯、火花やカラフルな輪が見えるのです。目をこすった後やくしゃみをした後にも見えます。声を出すと音は外からと声帯を通じて中からの両方から聞こえます。
頭蓋骨の音響特性で声は低くなり、ベース音が加わります。録音した自分の声を聞いた時、甲高くて違う人の声みたいに聞こえますね。それは豊かな低い周波数が失われるからです。それで自分が思っていたのと違うため、自分の声が好きと思えないのです。写真に写った自分の姿が好きだと思えないことが多いのは、ただの接触効果のせいです。接触効果というのは、よく見るほど好きになるということです。鏡に映った自分の姿は反転しています。反転していない姿は見慣れていないため、好きになれないのです。お腹が空いてイライラするのは、グルコース値が下がった時です。グルコースは食べ物に含まれる炭水化物、タンパク質、脂質から摂取できます。そして少し時間が経つと、脳が SOS 信号を出します。グルコースがないと正常に機能できないからです。空腹でイライラするもう一つの理由は、空腹と怒りを引き起こすのは同じ遺伝子だからです。それらのバランスが取れていないと、お腹が満たされた幸せを感じることができないのです。尺骨神経は首から前腕に走っている神経です。この神経は肘以外の全ての部分ではしっかり保護されていますが、肘だけは皮膚と脂肪で覆われているだけです。肘を打つとすごく痛いのはそのためです。神経に直撃するので、痛みが前腕や腕、指にまで走るのです。プチプチを潰すと気持ちがいいのは、人間の進化の過程に起源があります。遠い昔、人類は捕食動物から逃げることにほとんどの時間を費やしていました。でも現代において私たちはずっと座っていますね。ほとんど動かないせいで、筋肉がとても緊張しています。ですが、プチプチを潰すことで、その緊張をほぐすことができるんです。それでストレス値が下がり、快感物質が分泌されます。貧乏ゆすりやペン回しなどもこれと同じで、集中力の持続時間が長くなり、学んだことをよく覚えていられるようにもなります。人間の耳は高い音に特に敏感です。その仕組みのせいで、高音は大きく聞こえます。黒板を引っかく音が好きな人がいないのはそのせいです。何の音か知っていると不快感はさらに強まりますが、これは現代音楽だと言われると耐えられるのです。長時間足を組んだり、ひざまずいたり、正座したり、きつすぎるパンツや靴下、靴を履いたりすると足はしびれますね。これは神経を圧迫しすぎて血行が悪くなると起こります。立ち上がって足を動かすのが一番簡単な対処方法ですよ。十分睡眠をとらないと、朝声がかすれることがよくあります。それは声帯が十分に休息できず、少し腫れているからです。空気の乾燥した部屋で寝た場合もこうなります。寝る直前に食べると、体は睡眠中に食べ物を消化しないといけません。それで胃酸が行くべきでない場所に行き、声帯に悪影響が出てしまいます。見渡す限り辺り一面雪景色。あなたと仲間が住んでいる洞窟の入り口は雪の砂漠に覆われています。みんな温まろうと焚き火の周りに集まり、この間どれほど雪が降ったかを話し合っています。鬼ごっこをしたり、棒を投げて遊んだりしている人もいます。これは30万年前にもあった遊びです。あなたは地球で初めて歩いたホモサピエンスの一人なのです。眠ったり目を休めている人もいます。洞窟中で聞こえるのは、野生動物がこそこそ動き回り、お腹がグーグー鳴る音だけです。洞窟の入り口を見てみると、嵐が去ったようです。道具を持って仲間と一緒に外に出かけましょう。見渡す限りの大自然の中で、あなたは雪にまみれた木の実と食べられそうな植物を見つけました。ですが、部族みんなで分けるには足りません。氷河期にはどこにも植物があまり生えませんでした。仲間の一人が雪の上に大きな足跡を見つけました。追いかけましょう。何の動物かは分かりませんが、みんなの数日分の食事にはなるでしょう。雪の積もった森の奥へ入っていくと、後ろからうなり声が聞こえました。自分のお腹の音ならいいのですが、
後ろを向いて気を失ってしまいました。氷河期は氷がすべてを覆い、地球に永続的な変化をもたらしました。海面水位の上昇や下降、現在のように大陸が動いた原因の一つともなりました。現在のカナダ、スカンジナビア、ロシア、そして南米までもが分厚い一面の氷に覆われたんです。それで海水位が大きく変化し、世界中の温度が大きく下がりました。また歴史上、氷河期は1回だけでなく、主なものだけでも5回もあり、何百万年も続いたんです。現在は氷河期の一つの真っ最中にあります。でも安心してください。一日中外でケムクジャラのマンモスを探し回ったり、焚き火のそばで温まりながら寝なきゃいけないわけではありません。何もかもを凍らせるブリザードが襲ってくるってわけでもありません。氷河期には暖かい時期も時々あって、それが何万年も続いたんです。実際に10億年前、地球は生命体のいない巨大な氷の塊でした。その頃は太陽も氷を溶かすほどの力がない小さな火の玉に過ぎませんでした。ですが太陽が大きく熱くなるにつれて、地球の氷がゆっくりと溶けていき、現在のような緑と青の星になったんです。現在は4度目の260万年経ってもまだ続いている氷河期にあたります。今回の氷河期ではクジラやサメのように元気に生き残った動物もいます。長いこと食物連鎖のトップに君臨し、その下にはアシカ、魚、カワウソ、小さなプランクトンもいました。寒い陸上の哺乳類は体温を保つために分厚く毛深い毛皮を生やさなければなりませんでした。古代のマンモスやサイ、バイソンは厚い毛皮が特徴ですよね。かっこいいじゃないですか。低い木やそこらの草を何でも食べた草食動物もいました。ですが数千年前に気温が上昇し始めて以来、これらの動物は全て絶滅しました。生き残って進化を遂げたのは現在もいるゾウやカバ、サイです。目を覚ますと現在のボブキャットのような動物が目の前にいました。でももっと大きくて毛深いのです。これはスミロドン。大きくて意地悪そうなバージョンのサーベルタイガーです。大きさはオスのライオンぐらいで、2本の牙が生えています。洞窟から出るのを戸惑ってしまいそうになります。見た目は恐ろしいですが、噛む力は現在のトラやライオンほど強くないと考えられています。怒らせると巨大な前足で敵を倒すので、そっちの方が強力です。群れならマンモスさえも倒すことができるんです。どちらにしてもこの動物の横で目覚めたくはありませんね。あなたを上から見つめ、今にも飛びかかってきそうです。あなたと仲間は落ち着いてゆっくりと後ずさりします。あなたは岩を投げて注意をそらせ、逃げるといういいアイディアを思いつきました。現代ではライオンから走って逃げるのは不可能ですが、当時の人間はもっと身体能力が高かったんです。危険が去ったらみんなで食べ物探しを続けます。暗くなってきましたが、洞窟に持って帰れるものが何もありません。突然何かが燃えている匂いがしました。遠くに細く煙が上がっています。他の集団でしょうか。あなたと仲間は顔を見合わせ、注意しながら煙に近づいていきました。ホモサピエンスが現れたのは20から30万年前です。ですが人間は突然現れたわけではありません。はるか昔、700万年前、ジャングルに住むチンパンジーの祖先を離れ、自分たちだけで生きていくことにした者たちがいました。一度だけではありません。20種類もの人類がいたのです。その何種類かが私たちの祖先で、かなり遠縁のものもいました。小さいものも暑さや寒さに適応したものもいました。いつの間にかネアンデルタール人の集団が肉を料理したり、槍を尖らせたりするようになりました。ネアンデルタール人はヨーロッパに移り住んだ最初の種族です。
4万年前から40万年前のことではないかと考えられています。彼らはヨーロッパとアジアのすべての地域に居住し、私たちの祖先であるホモサピエンスはその頃はまだアフリカにいました。居住地に入っていくと、その2つの違いがすぐに見て取れますよ。がっちりしていて見た目が少し違っていたんです。でも物を噛んだり噛み切ったりするための平らな歯や大きな脳の入った大きな頭蓋骨など似たところもあります。あなたのような服も着ていました。考古学者によると、住処があって石や棒、骨で道具を作っていたそうです。彼らはあなたたちを歓迎し、住処を案内してくれました。あなたは他の人間の種族と出会ったのです。彼らは洞窟にあなたを案内し、壁画を見せてくれました。史上初のアーティストだったのです。彼らが絵を描いている場所は、スペインの洞窟など現在でも多くが残っているんですよ。鹿や大きな手形などの絵です。見たことがありますよね。装飾品も作っていました。和紙の鍵爪や動物の牙でネックレスを作ったんです。初めて火の力を役立てるようになったのもおそらく彼らです。火を発見したのは、雷が木に落ちた時か、間違って岩の上に岩を落として火花が散った時などと推測されていますが、はっきりとはしていません。火を起こすことによって温まったり、食べ物を調理したり、暗闇で物が見えるようにしたり、身を守ったりできるようになったのです。案内してもらった後、あなたはキャンプファイヤーの近くで温まっていました。彼らは家へ帰る時に着られる服もくれました。主に厚くて毛の多いマンモスの毛皮です。話ができたら素晴らしいですね。暗くなってきたので洞窟に帰らねばなりません。あなたはさよならを言い、鹿の絵の描き方を教えてくれたり、袋に入れた食べ物をくれたりしたことにお礼を言いました。氷河期は現代のホモサピエンスの進化にとって大切な時代でした。極寒の厳しい環境条件に適応して生き残り、もっと賢く創造的にならねばなりませんでした。進歩した道具を作り上げ、骨を針にして温かい服を縫うこともしました。ファッションショーを開いていたりして、気候が暖かくなってきたら、食料供給のために農業の技術を発達させ、多くが川や池など水の近くに住むようになりました。海の近くに住むことを選ぶ人々もいました。彼ら、いいえ、私たちは動物を初めて家畜化した生き物でもあります。何十万年か早送りすると現代の私たちになります。オオメコビトザメ、ファンタジーのような名前。世界最小のサメです。手のひらサイズで、暗闇で光る力を持っています。やっぱりまるでファンタジー。ヒョウモンダコ、世界で最も美しいタコ。しかし鮮やかな体色は自然界において警告の色。毒を持っています。ヒョウモンダコの毒に対する血清は未だに発見されていません。テレビのリモコン程度のサイズで恐ろしい。サーカスティックフリンジヘッド、わずか30センチメートル程度の体長ながら、ずっと大きな獲物を飲み込むことができます。顎はまるで恐竜のように開くことができ、タコを1匹丸ごと食べてしまいます。仲良くしなさいな。花見のカサゴ、この美しい魚にはとてつもない食欲があります。体の3分の2の大きさの魚を食べて生活し、ヒレに隠された針には強力な毒があります。ニジハギ、ヒレにとても鋭い突起があり、その刃を使って狩りをします。そのトゲには毒を持っています。ミツマタヤリウオ、目のクロロフィルの働きで赤外線を生み出すことのできる唯一の魚です。特殊な潜水艇でなくては届かない深さ2キロメートルの深海に住みます。オニダルマオコゼ、海底で岩に化ける擬態の達人です。時折この魚を踏んだ観光客が背中の針の被害に遭います。針は鋭く、ブーツの分厚い靴底も貫きます。ホーライエソ、腕ほどの大きさの魚で、体に対して最大の歯を持ちます。とはいえ出会うことはほぼないでしょう。生息域は深さ4キロメートルの深海です。
ヤツメウナギ。生き物に噛みついて生きる寄生生物です。淡水に住むヒルの10倍の大きさを持っています。メガピラニア。ドーベルマンサイズの世界で最も攻撃的な魚。群れ一つで牛一頭をものの数分で平らげます。でもご安心を、この生物は800万年前に絶滅しています。ボロソマ。何の変哲もない大きな魚のように見えますが、口を開くと一点、そこには人間そっくりの歯が並びます。お金持ちのコロソマは金歯になっているという噂。冗談です。パイアラ。最も危険な淡水魚。体の半分ほどの大きさの獲物を飲み込むことができ、ピラニアにすら恐れられています。チョウチンアンコウ。頭に釣り竿を持っており、それをおとりにして小さな魚をおびき寄せて食べます。シギウナギ。体は長く柔軟です。その理由は椎骨の数、全部で750もあります。対する人間は33から34しかありません。オニカマス。ホホジロザメのような顎を持っていますが、それ以上の武器はスピード。オリンピック選手も抜き去る速度は時速 46km。 マンボウ。成人ほどの大きさに成長することもあり、骨を持つ魚の中では世界で最も重いものです。平和な気質を持ってはいるものの、時折漁船の船底に穴を開ける被害をもたらします。ラブカ。バスケットボール選手の身長並みの体長を持ち、蛇のような賢さで獲物を追い詰めます。ラブカは体を曲げ、そして勢いよく前方へと進みます。口に並ぶのは300本の歯。すごいですね。電気ウナギ。発電機関を体に持ち、1世帯分以上の電力を放電することができます。その威力は大きな馬がしびれるほど。ハコクラゲ。一般的なクラゲのように水の流れに身を任せるのではなく、人間よりも早く泳ぐことができます。また刺された時の毒の威力は凄まじいので、気をつけて常に身を守ろうと構えています。ミツクリザメ。鼻先が平たく伸びているのが特徴です。また顎をその鼻先まで伸ばすことができます。世界で最も恐ろしいサメの一種。体はピンクなんですけどね。イリエワニ。地球で一番気難しいワニ。また体長は6メートルほどと世界最大級です。人間を恐れず獲物とみなします。私はおやつじゃありませんよ。ホホジロザメ。海で最も悪名高いモンスター。観光客のヨットの船底に穴を開けたという事件を起こしたことでも知られています。とはいえボートは沈んだものの、誰も怪我をしておらず食べられてもいませんでした。ニシオンデンザメ。海の長寿な生き物。非常にゆっくりとした代謝速度を持ち、300年生きることができます。ちなみに最も長く生きた人間は122歳だったそうです。リュウグウノツカイ。アナコンダ並みの体長を持ちます。世界最大の骨を持つ魚です。オニイトマキエイ。笑っているように見えますが、人間を見つけると突撃してきます。体の幅は5メートルに達し、針には神経毒を持っています。怖っ。シャチ。自動車並みの速度で泳ぎ、体の大きさはミニバンほど。海面からジャンプし獲物を手に入れる海のハンターです。ダンクルオステウス。リムジンほどの大きさだったと言われています。歯は持っていませんが、代わりに骨のプレートを持っており、海の生き物の中で噛む力が最も強かったと言われています。カメロケラス。超巨大な太古の貝。その体の 90% は円錐状の殻で、総重量が重く動きは緩慢だったと考えられています。そのためカメロケラスは小さな魚が近づくまで海底でじっとしていたようです。クロノサウルス。ワニに似た太古の生き物で、その体は現代のワニの数倍でした。その骨格の中からは恐竜の骨が見つかっており、クロノサウルスが海だけではなく陸でも狩りをしていたことがわかります。ヘリコプリオン。
三畳紀の大量絶滅を乗り越えた生き物の一種。高い知能と鼻先の丸いノコギリのような部位を武器に頑張ったようです。エラスモサウルス、まるでキリンのような見た目をしていますが、その2倍の大きさを誇っていました。旅をして歩き、小さな石を飲み込んで消化を助けていました。世界中から集めた300個の小石が化石の中から見つかっています。ダイオウホオズキイカ、大きさはホッキョクグマ2頭分、人間の5倍の大きさです。非常に希少な生き物ですが、極寒の海には未だに生息していると思われています。ザトウクジラ、一般的なクジラと同様に口をネット代わりに使い、プランクトンや小魚を捕らえて食べます。巨大な尾びれは大きな魚の群れを麻痺させるために使うこともあるようです。モササウルス、ラテン語の名前、言えるなんて私偉いですよね。別に。そうですか。モササウルスは地下鉄の車両並みの大きさを持ち、6600万年前の海の覇者でした。顎と頭骨は蛇のそれに似ており、獲物を丸ごと飲み込んでいました。今でもその子孫と言われる生き物コモドオオトカゲが地球には存在しております。不思議ですね。リビアタンメルビレイ、人の知る限り最大の歯を持っていました。その大きさは人間の手のひらの半分ほど、シャチとマッコウクジラの間のような風貌をしていたと考えられています。リードシクティスプロブレマティカス、スクールバスより大きな体を持っていたものの、狩りは行いませんでした。体が大きかったため素早い動きは苦手で、プランクトンを主食にしていました。メガロドン、最も有名な太古のサメ。戦車や小さな家屋よりも体重は重く、未だに深海で生きているのではないかと考える人もいるようです。しかしそんなはずはありません。バシロサウルス、現代のクジラの巨大な祖先。大きな後ろ足を持っており、陸上から海へと住処を移動した名残だと考えられています。マッコウクジラ、スポーツチームのような名前ですよね。体長はバスケットコート1面分で、脳の重量は 7kg ほど、人間の7倍の重さです。イワシクジラ、イワシではなくクジラ。クジラの中で 1-2 を争う泳ぎの力を持っています。時速 45km で泳ぐことができ、エンパイアステートビルの高さよりも深く潜ることができます。シャスタサウルス、現在では骨しか残っていませんが、計算ではテニスコート1面分の体長を持っていたと言われています。シロナガスクジラ、地球史上最大の哺乳類と言われています。その心臓は大きなバイク1台分の重さで、血管の太さは大きな鍋ほどあります。また歌を歌うことでも知られています。北幽霊クラゲ、世界最大のクラゲ。傘の直径は2メートルほどで、触手の長さは10階建てのビル並みと言われています。人間に危害を加える性格は持ちませんが、それでも人間が触手に網のようにかかってしまうことがあります。カツオのエボシ、頭の部分は小さいものの、クラゲのように長い触手を持ち、その長さはサッカーコート半面分です。しかも毒を持っており、魚を麻痺させ捕らえます。毒は人間にも効くので、見つけたら離れましょう。今日は友達と音楽を聴きながら美味しい料理を食べる予定です。最高ですよね。待ち合わせた場所に到着して、友達に元気かと聞くと、友達は突然、ダサい格好だなと言ってきました。彼も自分と同じくらい驚いた顔をしています。すると思わず、なんでそんな格好悪い髪型してんだと言ってしまいました。手で口を塞ごうとしましたが、ちょっと遅かったようです。でもなんでそんなこと言ってしまったのでしょう。すると友達のジェニファーも、退屈そうだから来たくなかったと言い始めました。彼女の話を遮る前に、自分は彼女が好きで一緒に時間を過ごしたいからやってきたと伝えてしまいました。まずい、居心地の悪い空気が漂っています。ウェイターが水を入れに来ると、思わず楽しくなるはずの土曜日の夜が史上最悪の気まずいシチュエーションになっちゃったんだと言ってしまいました。
どうやら頭に浮かんだことはすべてすぐに口に出してしまうようです。他の友達もそれに気づき始めました。そしてみんな恥ずかしいことを言いたくないので何も言わなくなってしまったのです。何が起こったのかと考えながら歩いていると周りの人たちもなんだか焦っているように見えます。ひげを生やしてレザージャケットを着たごっつい体の男が電話に向かって大声で話しています。好きな色がピンクだとか、庭師になりたいだとか、バイクに乗るのが嫌いだとか、そして顔をあからめて、今言ったことは全部忘れてくれとつぶやきながら電話を切って走り去っていきました。目の前にいる女性が通りかかったタクシーの運転手に1000円で目的地まで行ってくれると聞くと、運転手はもちろんですよ、今ちょっと眠くてもうタクシーを運転する気分じゃないですけどねと言い出しました。すぐに口を押さえましたが手遅れだったようです。家の前の通りの向こうに住んでいる男は、なんて素晴らしい最高の一日なんだと叫んでいます。彼はヘッドフォンをつけてニコニコしているので、はっきりと声に出して言っていることに気づいていないようです。ある女性に時間を聞いてみると、彼女はスマホを手に取る時間もないし取り出したくもないわと言い放った後すぐに謝り始めました。なんでみんな本音しか言えないのでしょうか。嘘をつくことができず、次から次へと本音が出てしまい、口に出すべきでないちょっとしたことまで思わず言ってしまっているようです。エレベーターで隣人に会うと、毎晩ロックの音楽がうるさくてイラついているんだ、やめてくれるかいと言ってしまいました。すると彼も、あんたの靴はいつも汚れてるなと言い返してきたのです。アパートの部屋に戻り、スマホを充電してからニュースをつけました。するとニュースキャスターは天気の話と自分の体調について話し出したのです。どうやら彼は今朝冷蔵庫に1ヶ月近く入っていたブリトーを食べてしまったようです。南部にはハリケーンが近づいており、私のお腹の中ではすでに雷雨が猛威を振るっていますと言い出しました。もちろん技術的な問題というメッセージが表示され、放送は中断。すると銀行から電話がかかってきました。彼女は、これは条件の悪い借金ですのでと正直に言いながらオファーしてきたんです。そして、銀行が利息を取れるようにあなたの支払いができなくなればいいんですがと言ってきました。自分が破産しても彼女は年末ボーナスをもらえるとのこと。その後数秒間の沈黙が続き、喘ぎと叫び声が聞こえたかと思うと彼女は電話を切りました。まあこれにはかなり笑えましたよね。そして突然すごい計画を思いついたんです。できるだけ多くの友達と話せば自分のことをどう思っているのか聞き出せると思ったんです。自分は本音を聞かれても気にしませんが、友達の本音を聞くのは興味深いですからね。でも話し相手を見つけるのは簡単ではありません。道は以前よりもかなりガラガラで、人々も他の人たちにひどいことを言いたくないので家から出ないようにしているんです。内気な人もいれば、友達を失いたくないと思っている人もいます。この新しい世界では誰も自分の本音を隠すことはできないのです。エンタメ業界は崩壊寸前。ゲーム会社は開発中の製品について嘘をつくことができません。エラーやバグがあってもそれを隠すことができず、 CEO は真実を公表、株も大暴落。そんな時、新しいゲームの予告編を見たんです。素晴らしいグラフィックと音楽で編集されたクレイジーで複雑なストーリーラインが紹介された途端、突然大勢のプログラマーが実際のゲームのグラフィックは全然良くないと話している場面に切り替わってしまいました。こうなるともう誰もゲームを買いませんよね。映画業界でも同じようなことが起こっています。プロデューサーや俳優は新作映画を本当に気に入っていない場合、宣伝することができないのです。大半の人々は生中継のインタビューやマスコミイベントを拒否するようになりました。俳優がひどい内容だと言っている超大作を公開することはできませんからね。多くの有名人が自分の本音を話し始めてしまうので映画がヒットすることはありません。それに現代の人々は自分の考えを話すだけでなく、メッセージとしても送信しているんです。ソーシャルメディアで友達を消去し、ブロックまでしてしまいます。
そして自分を人気者に見せるために友達になっただけだと言い出す人まで現れたのです。自分のプロフィールを非公開にし始め、タグもブロックするようになりました。プラス面といえば、オンラインストアはより正直な製品の説明やオンラインレビューが書かれるようになったので、コメントをより信頼できるようになりました。いいねボタンの使い方も完全に変わってきたようです。人々は友達の写真を全部いいねにするのではなく、本当に気に入ったものしか高評価しなくなったのです。そうでないと、そのことを自分でコメント欄に書き込んでしまうからです。その結果、多くの人がプロフィールを削除し始めました。世界経済全体が不安定になり始め、株主や CEO もインタビューを嫌がるようになったのです。株価の値動きも荒くなっています。その解決策は、黙って考えすぎないようにすることのみ。世界中で銀行や保険会社が閉鎖されています。嘘をつくことができなくなったので、詐欺師は完全に力を失うことになりました。なんだか面白いことになっています。新しい仕事に応募する際には、もう履歴書なんて使えません。でも良い面もあるんです。会社は残業があることや休憩室のコーヒーがまずいことなどを前もって教えてくれるようになったのです。友達は喧嘩を始め、カップルは別れて、親密な関係も緊張感あふれるものになってしまいました。退屈なパーティーに招待された時にも、適当な言い訳を考えてクールに振る舞うことはできず、行きたくないと率直に言わなければなりません。常に正直でいるのは、相手にとっても自分にとってもかなりの精神的なショックがあることを学びました。でも数週間も経つと、何かが変わり始めたのです。最初のうちは面と向かって本音を言うことに耐えられませんでした。でも次第に馬鹿げているということに気づき、相手に嫌われることを気にしなくなったのです。もちろん何人かの友達をなくすことになるかもしれませんが、新しくできた友達は信頼できて、率直な話のできる真の友達と言えるでしょう。それに本音を言うたびに、肩の荷が下りたような気分になるので、ストレスも解消されます。もちろん確かに気まずい思いをすることもありますが、人間は問題が存在しないふりをするのではなく、実際に問題を解決する可能性が高い傾向にあると気づいたんです。それに人々も本音に対して違った受け取り方をするようになってきたのです。以前の世界では、歯に食べ物が詰まっているのを教えてあげると、お互いにぎこちなくなってしまうこともありましたよね。でも今では誰もがそのことに感謝するようになったんです。人間関係も健全なものになりました。正直に話すことにより、人間関係がより深まることに気づいたからです。さらに興味深いことが起こりました。人の髪の毛や服など、気に入ったことをすぐに言えるようになったのです。みんなが正直になった今では、誰もそれを変だと思わなくなりました。そして本音を言うことにより、人々は健康的になったのです。誰もがリラックスして自信にあふれているので、ストレスによる健康上の問題が減少し始めたのです。そして人々は怠けなくなりました。上司の目を見ながら、一日中働いていたと嘘をつくことができなくなったからです。一生懸命働くか、単に辞めるかという選択肢しかなくなり、全てがかなりシンプルなものになりました。音楽もさらに美しくなり、多くのアーティストが自分に対して正直に作曲するようになったのです。その結果、リスナーとの距離がより縮まったのです。映画監督やビデオブロガーやプロデューサーなども、彼ら自身が本当に大切に思っていることに関するコンテンツを作り始めました。映画はさらに大胆かつ刺激的でショッキングなものになったのです。大ヒットしているアクション映画に興味を持った時は、見に行く前にその映画の出来栄えを知ることができるようになったんです。どうです？本当に素晴らしい世界だと思いませんか？家で目を覚まして傘を手に取ります。今日は土曜日、つまりお掃除の日。魔法のボタンを押すだけで、食器も家具も壁も床も洋服も、全てがピカピカに綺麗になりました。一日の残りは自分一人で過ごしましょう。ほこり一つないソファーでお気に入りの本を読みながら、そんな SF みたいなことがフランシス・ゲイブにとっては当たり前の毎日でした。彼女は家の掃除を全くしなかったんです。掃除人も雇いませんでした。
それでも家は完璧に綺麗なままに保たれました。フランシスは1915年のアイダホ州生まれ。彼女の父親のフレデリックは建築家で建築請負業を営んでいました。家族は仕事の都合で引っ越しを繰り返しており、フランシスは18の小学校を転校しました。彼女はとても変わった子として生まれ、学校ではまるで全てがゆっくりに動いているように見えたと語っていました。彼女はもっぱら父親やその同僚たちと時間を過ごすことを好み、彼らの様子を眺めながら技術を学んでいきました。フランシスは工芸女子学校を16歳で卒業、その翌年には結婚をしました。1970年代後半になる前に彼女は離婚を経験し、2人の子を養うシングルマザーとなりました。彼女は常々家事を感謝もされない終わりのない仕事と捉えていたようです。そんなある日、彼女はイチジクのジャムが壁を伝って垂れる場に出くわしました。フランシスは怒り、そしてその家事仕事に終止符を打ってやろうと決断したのです。彼女は自らを勝手に清掃する家のデザインに取り掛かりました。10年以上と何十万ドルという資金を費やし、彼女はオレゴンの自宅を床から天井までが食洗機のようになっている建物に作り変えました。1984年までにその建築が完了。彼女は自らを清掃する建物の建築に関するアメリカの特許を取得しています。家は68の独立した電子機器により全ての清掃工程が自動化される仕組みになっていました。全ての部屋の天井にはスプリンクラーがありました。フランシスはレインコートを着用し、傘を差し、そしてボタンを押してスプリンクラーを作動させていました。スプリンクラーからは円を描くように洗剤と水が噴き出し、全てが洗い流される仕組みになっていました。そしてその後、通風口から暖かい空気が吹き込まれ、1時間足らずで壁や床、風呂、トイレは全てピカピカにされたのです。床には幾重にも防水の塗料が塗られ、そしてその床には壁方向に向かって緩やかな傾斜を持っていました。部屋の隅々には排水口があり、スプリンクラーから出た水は再利用されました。家から出ていった水は犬小屋へ行き、排水となる過程で犬の体も洗うことができたのです。洗うことを避けたい家具は透明のアクリルケースをかぶせられました。本には防水のカバーがかけられ、紙はプラスチックの箱に収められ、壁の写真立てや特許状はガラスケースの中で安全に守られていました。ベッドの上には日差しがつけられ、寝具が濡れないようになっていました。フランシスはまた内装用の防水の繊維を発明していました。戸棚も外からの助けを得ることなく、全ての皿をきれいにすることができました。服はハンガーにかけてキャビネットの中に入れるだけで洗濯されて乾燥されました。そしてハンガーにかかったままクローゼットの中に戻されたのです。電源は全て安全に防護されていました。当然ですね。絨毯やカーテンはなく、塵を集める装置も置かれませんでした。時折配管が破裂し、水が噴き出すトラブルに見舞われましたが、おおむね20年の間この家は正しく動き続けたのです。フランシスはさらに自分自身を洗浄する家を夢見ており、自分を洗うオフィスビルや病院、そして世界中の村をそのような仕様にすることを考えていました。彼女の考えでは、シングルマザーや家事にうんざりした女性、健康上の問題で掃除が行えない人々を救うためにこのような技術を開発していました。フランシスはアメリカを旅し、自身の発明とデザインのモデルを見せて回りました。新聞やテレビでも取り上げられましたが、しかしそのアイデアは鳴かず飛ばずでした。2002年になる頃には家の運転資金と特許の更新費用が払えず、その特許は期限切れとなりました。フランシスは家の中のツアーを企画していたため、ある程度のお金は持っていたのですが、それでは足りなかったようです。そして洪水や地震という自然災害により、世界で最もピカピカだった家は雑然とした建物へと成り下がってしまいました。2009年にフランシスは老人ホームに引っ越しました。彼女が過ごした家はその後新たな持ち主の手に渡り、その人は自分自身の手でその家を掃除することとなりました。彼女のアイデアは多くの人にバカにされ、革命的な変化が社会に起こることはありませんでした。
それでも建築家や建設業者たちは彼女のアイデアが実際に機能していたことに敬意を表しており、そのアイデアを実現する価値はあるものだと考えています。1998年、パソコンが大流行し、世間の目を奪っていた時代に、ある人がモチベーションキャンディーマシンを発明していました。マシンにはスクリーンと同期した光センサーが備え付けられており、そのセンサーがあなたのすべての活動を監視し、仕事のメールを送信したり、重要なレポートをまとめたりした時に飴をくれる仕組みになっていました。仕事をこなせばこなすほど飴がもらえたのです。サイボーグを思わせるリストパウチ。ここには鉛筆や携帯、リップクリーム、その他の必要な日用品を入れることができます。特許は2001年に取られました。秋に落ち葉集めが面倒だという方は、発明者が人の自然な動きを原動力にしたというこの解決法を気に入ることでしょう。落ち葉集めパンツは柔軟なチューブとネットを足部分に取り付けることができ、歩く動作で落ち葉を集めることができます。歩いた後にできた山は後で回収することができます。グリーンハウスヘルメット。これは都市部に住む人々にちょっとした緑をという発想から生まれました。密閉された曇り止めの施されたドームを頭上に装着し、その内蔵された棚の中で小さな植物を育てることができます。そして息を吸うと、植物が汚れた空気を浄化し、新鮮な酸素をお口に届けてくれます。このヘルメットにはインカムが内蔵されており、外の人との会話を助けてくれます。ペットを飼っているけれど24時間ひっきりなしに相手をするのが億劫だという方、自動ペットペッターはいかがでしょう。猫にも犬にも対応しており、機械の手が撫でながらペットの心を落ち着かせる音楽を奏でます。機械は犬や猫が動作センサーにかかると起動する仕組みです。ペットの耳が誤って餌鉢に入り、中の食べ物を振りまいてしまうということがありますね。1980年には軽量かつ調整可能、使用も簡単という動物用耳プロテクターが特許を取得しています。それは特に犬を中心としたペット用に開発されており、犬の長い耳が食べ物に触れないようにしてくれる優れもの。またチューブは特別な日にはデコレーションしてあげることが推奨されています。同じ頃、食べることを防ぐマスクが料理人などの食べ物に囲まれて過ごす職業向けに発明されています。シェフや料理人、その他のレストランスタッフが食事を取り扱う際にそのマスクを装着し、南京錠でロックをかけることができます。呼吸や会話は阻害しませんが、物を食べる行為を非常に困難にします。とはいえ、このマスクを使う上で最も大切なのは鍵をなくさないこと。なくしてしまえば永遠のダイエットが始まります。ソリパンツは丘の斜面を下るためのシートと、それを固定するための足と腰のストラップからなります。人間工学に基づいたデザインとなっているようです。このソリが目的地に着いたところで止めるためには、下部分を上に折り返し、自分のズボンで滑ってたことを悟られないよう何食わぬ顔で立ち去る必要があります。ヘッドエクササイザーは体の血行の向上を目的として1923年に開発されました。これは2人の人間がスプリングでつながった金属プレートを歯に加える仕組みで、それをお互いがお互いの方向に引っ張ることでエクササイズが実現しました。頭でやる綱引きのようなものですね。寿命の残り時間を表示してくれる腕時計のアイデアが生まれています。寿命の予測は統計的な方法と持ち主の健康因子によって算出されます。腕時計にはマイクロプロセッサーが内蔵されており、データの処理が行われています。そしてボタンとスイッチがデータのリセットを行います。ペットディスプレイ服はお家でご主人をほっといてくれないペット向けの発明。これは飼い主の体を駆け巡るようにチューブが張り巡らされたベスト、あるいはベルトというもので、全ては透明になっています。そこには餌をやるための部屋やペットを外に出すための穴が開いています。自動チップ請求機は作り物の手と現金を入れるための箱からなり、手首に装着して使います。お客が投入した金額が十分でない時にはサービス拒否のサインが出ます。海靴は1960年代に発明された水の上を歩くことを可能にする靴です。
スクリューを搭載した靴に必要なのは持ち主のバランス感覚。これさえあれば浮いていることができます。チーターより速いスピードで夜の森を1時間以上走っているあなた、疲れは感じず寒くもありません。ネズミが木の根の上を歩くカサカサという音が聞こえ、森の中のあらゆる匂いを感じます。暗視能力のおかげで夜空に鳥が見えます。あなたは食べ物や水がなくても数ヶ月の間生きることができます。またエラがあるので水中を自由に泳げるのです。パラレルワールドでは人間がこういう風に進化することも可能だったはずです。大自然の中でどんな状況に直面しても大丈夫な理想的な生命体なのです。でも現実の世界はもっと複雑。人間は進化しましたが、だからといって毎回強くなったわけではありません。人間が生き延びられた唯一の理由は周囲の環境に適応し変化させることができたから。人間には歯が32本しかなく、抜けるともう生えてきませんよね。それでも進化し続けます。食べ物は柔らかく栄養豊富になりました。長時間噛まなくても良くなったのです。新しい食生活で顎が小さくなり脳は大きくなりました。その結果、関節に最も近い4本の歯のスペースがなくなったのです。そう、親知らずのこと。未来には歯は28本になります。現在でも 35% の人には親知らずがないんですよ。哺乳類で顎があるのはホモサピエンスだけ。顎先は顎の骨の下端に沿った出っ張りのこと。私たちの親戚であるゴリラやチンパンジーでも顎は内側に向かって傾いています。人類学者は顎先は人間の顔が小さくなった結果できたと考えています。おそらく昔は顎先が力強い顎そのものを支え、さらに強力にしていたのでしょう。数百万年の間に顔は小さくなりましたが、顎先はそのまま残ったというわけ。手を平らな面に置いてみてください。薬指と親指をくっつけます。そして手首を曲げると小小筋が見えます。人口の 15% にはすでにこの筋肉がありません。それでも握力には関係ないので、現代では意味がなくなってしまったのです。何百万年も前、この筋肉のおかげで人間の祖先は手際よく木に登ることができました。進化の過程でこの能力は失われましたが、その名残は私たちの中に残っているのです。犬、馬、猿や他の動物は耳を動かすことができます。そうすることで音をよく聞き、コミュニケーションをとるのです。人間の首は長くてよく曲がりますよね。ですので進化の過程で耳を動かせなくなったんです。それでも現代人の2割は動かすことができるんです。これも人間が他の動物とあまり変わらなかった時代の名残であると言えますね。 10% の人間には耳にダーウィンの結節があります。昔人間の耳は魔角のように尖っていたんです。この小さな出っ張りがその証拠。皇帝ペンギンは卵をかえすとき115日間何も食べません。サソリは丸1年間空腹でも大丈夫。進化の過程で人間はラクダのような脂肪のコブやクマのように冬眠する能力を手に入れることはありませんでした。私たちの祖先は毎朝起きて生き残るために戦ったのです。そのような行動は多くのエネルギーを必要としますよね。ですので人間は毎日食事をしなければならないのです。でも簡単なことではありません。スーパーで食料を買うことはできず、獲物が森や野原を駆け抜けていくのを追いかけなければならなかったのですから。人間の脳内ではいつでも1000億のニューロンが働いています。そのおかげで物事を覚えたり話したりすることができるのです。これは生き残るために欠かせないこと。大きな脳には流れがあります。ニューロンが働くためには燃料がたくさん必要となります。その重さは全体重のたった 2.5% ですが、エネルギーの 20% を消費するんです。グランドマスターがチェスを2時間すると560カロリーを燃焼します。これはプロのテニスプレーヤーが1時間テニスをするのと同じカロリー。脳が大きいと身体能力は落ちます。小さなチンパンジーでも人間より強いのです。
木の枝にぶら下がらないなら筋肉はいりませんよね。ですが、交渉したり他者と協力したりするには大きな脳が必要です。人間は身体能力が衰え、ソファーに座っている時間が長くなりました。考えるのに快適な姿勢なのです。夜になると特に無防備であった我々の祖先だからこそ、新しい場所で寝るときは右脳よりも左脳の方が冴えているのです。この脳の反応は第一夜効果と言います。これは暗闇の中で人間を待ち受ける危険に対する古代からの体の反応。4000万から6000万年前、進化により人間には新しい恐怖が生まれました。蛇や蜘蛛に噛まれるのを生まれつき怖がるようになったのです。最初の霊長類にとってこれらの動物は主要な危険となったのです。人類学者によると、人間が現在のように走るようになったのは200万年前。幅広い肩で腕を振り、バランスを取るようになったのです。特有の靭帯が背骨から頭の後ろにかけて伸びていて、走っている時に頭を安定させています。霊長類に強い臀部の筋肉はありません。走っている時にだけフルパワーになるのです。また毛がなく、汗腺が300万個あるので、体がオーバーヒートすることがないのです。人間はうまく走れますが、進化の過程で走るのが遅くなりました。短距離走ではチンパンジーにはかないません。もちろんチーターにもです。チーターはなんと時速112キロまで加速することができます。ですが、陸の生物のほとんどは長距離走が得意ではなく、10分から15分以上は走りません。人間は長距離を走る能力を身につけたんです。二足歩行により、人間の祖先はあらゆる問題を解決するようになりました。自由になった手で食べ物や道具を運んだのです。2本の足とまっすぐな背中のおかげで背が高くなり、他の動物が恐れるようになりました。2本の足で立つと、平原の草むらやアフリカのサバンナにいるサーベルタイガーをすぐに見つけることができます。人間の体重を支えるのはたった2本の足。そのせいでいろいろな影響を受けるのです。落ち着いて道を歩いていても何かにつまずいて怪我をすることがあります。二足歩行の代償といったところでしょうか。ではでは、足の指があるのはなぜでしょう。家具にぶつけるためじゃありませんよね。人間の祖先が木の上に住んでいた時、足の指で木の枝につかまっていたからです。足でパソコンを使ったり、絵を描いたり、スクランブルエッグを作ったりするのを想像してみてくださいよ。なんかいいですよね。でも進化のせいでその能力は失われていきました。現代の人間は木の上に座りませんが、足はよく曲がります。考えてみれば、蹄の方が便利だったかもしれませんね。丈夫ですし、靴がいりませんから。ですが、再び進化するまで足は弱いままでした。どちらの足にも26の骨があります。だからといって歩いたり走ったりすることが安全になるわけではありません。映画館に行き、ポップコーンを頬張りながら数時間の楽しい時間を過ごそうとしているあなた、でもポップコーンが喉に詰まってしまいました。咳込み涙目になります。詰まったのはたった数分のことなのに、なんだか永遠に続いたような、そんな気になります。人間は食べ物が喉に詰まってしまう唯一の哺乳類。食べながら息をすることができないのです。これは発声器官の構造のせい。人間は喉頭がずっと下にあるせいで話すことができます。ですが、食べている時は話せません。鳥肌は寒い時や怖い時に肌がザラザラになる反応のこと。石器時代の名残なんですよ。人間の祖先は厚い毛皮に覆われていました。そして何かを怖がった時、毛包が持ち上がったのです。そうすることにより、他の動物に対して自分を大きく驚異的に見せることができたのです。この自然な反応は、空気が冷たくなるにつれて体を温めたのです。現代の人間の体には長くて濃い毛はありませんよね。ですが、映画がすごく怖かったり、夜に上着を忘れると鳥肌が立ちます。クマ、ハリネズミ、コウモリ、ある種のカメ、魚や虫などの生物には共通点が一つあります。それは冬眠すること。私たちの祖先も冬眠をしていたと考えられています。
スペインの北方の洞窟で古代の人々の化石化した骨が発見されたのです。分析の結果、50万年前に人間はクマのように数ヶ月の間冬眠していたことが判明。そのおかげで氷河時代を生き延びたのです。すごいですね。私も冬眠してみたいです。人間の目は空気中にあるホコリや地平線の巨大な山々を見ることができます。色覚があり、お互いの顔を認識できます。そして暗くなると視覚は新しい状況に素早く適応します。ですが私たちは暗闇ではよく見ることはできません。進化によってメガネザルのような視力は与えられなかったんです。この霊長類は野球の球ぐらいの大きさで、暗いところでもはっきりと物を見ることができます。メガネザルは夜の森を飛んでいるカブトムシを簡単に捕まえることができるんです。それでも私は顔のほとんどが目になるのは遠慮したいところです。そしてカブトムシを夜食に食べたいとは思いませんね。あなたはどうですか？